ペンネーム佐藤さん、40代の男性から届いた相談です。はじめまして、佐藤と申します。いつも YouTube の動画を拝見させていただいております。私は40代のフリーランスで、妻と小学生、保育園の子供の家族4人暮らしをしています。妻は2年前に会社を辞め、専業主婦をしていて、私は完全在宅ワークで仕事環境につき、二人で家事、育児をうまく分担しながら日々を過ごしております。 フリーのための安定という状況ではないものの、収入は比較的良好です。まださほど貯蓄はなく、子どもたちの学費や老後資金など不安要素はあるものの、目先は家計的にそこまで逼迫している状態ではありません。ただ、私たち夫婦、中の悪化の一途を辿っており、修復は難しいものと感じるようになってきています。子どもたちのことを考えると、お互い離婚という選択肢はなかなか考えにくいものの、本当に子どもだけで、 つながった仮面夫婦という状態です。私たちは仮面夫婦としてやっていこうと妻からはっきり言われたこともあります。なぜこんな風になってしまったかというと原因はたくさんありますが、特に大きいのが互いの価値観の違いだと思います。特に衛生観念の違いです。妻は彼女自身も認める潔癖症です。もともと唾が飛ぶような大きなくしゃみを嫌悪し、学生時代に付き合っていた当時から、 私にそのようなくしゃみを許さないところがありました。その後結婚して同居し子供が生まれ、さらに2020年からのコロナ騒動を経て、妻の潔癖症は非常に過剰なレベルにまで達してしまいました。幼児である我が子にも大きなくしゃみはさせず、口元を抑えないと起こります。子供ならくしゃみや鼻ほじりや汚いことも平気でやるものだと思いますが、妻はそうしたことを許しません。 狭いマンションに暮らしていますが、その中で子供たちはリビング以外の場所に自由に行くことも許されません。トイレも汚されたくないからという理由で、小学生の息子のトイレにもついて行き、妻が彼のパンツを下ろして便座に座らせます。また、仕事部屋である私の部屋にも子供たちが入ってくることを許さず、本当にリビングだけに留めさせています。これらはごく一例であるものの、一時が万事このような 具合です。一方の私は妻に言わせれば汚いとのことですが、男友達からは綺麗好きと言われる程度の一般的な衛生観念という感じだと思います。そのため妻の年々強化されていく潔癖症に非常に窮屈さを感じており、また特に子供たちへの影響を懸念しています。二児とも男の子であることもあり、多少汚いことも気にせずやって、何より楽しく自由に彼らが 羽を伸ばせる家であってほしいと思っています。そんな問題意識から、妻にはこの数年で何度も改善ができないものかと伝えてきました。一方的に彼女を非難するような口調で責めてしまったこともあり申し訳なく思いますが、最近はできる限り歩み寄りの姿勢で臨んできたつもりです。ただ改善はなされず、むしろどんどん潔癖の度合いが強化されているように感じます。 カウンセリングなども進めたこともありますが、彼女としてはプライドが傷つけられたのか、それ以来、夫婦の関係はさらに冷え込んだものになってしまっています。これは私の勝手な思いでしたが、妻が専業主婦になった時、嫌だ嫌だと言っていた仕事から解放され、とても幸せそうに毎日を過ごす妻を想像したものでした。奥さんの専業にさせられた夫としての経済的な達成感のようなものも感じられた瞬間でした。 しかし、蓋を開けてみれば、現実は非常に重,重苦しく、窮屈で、夫婦仲も険悪な、ストレスフルな毎日がありました。子供たちとは、幸い、妻も私も関係は良好ですが、夫婦間に限ってみれば、冒頭に申したように修復は難しいものと感じております。これは私の非常に反省すべき点なのですが、妻の、えー、潔癖さえ嫌気がさしたある晩、子供たちが寝た後、口論になり、 もう嫌だ、死んでしまえ、と暴言を吐いてしまったことがあります。最低な言葉であり、こんなことは自分自身も言いたくありませんでしたが、その場の展開からつい怒りに任せて、そんな言葉をぶつけてしまいました。こうしたことが決定だとなり、夫婦の関係は冷え込み、今、現在に至ります。他人は変えられない、自分が変わるべき、と折に触れて思い直し、そうした努力を試みたこともありましたが、つい私もいつしか、 他責妻が悪いという結論に至るばかりで、現状の改善が進まない状態です。本当に情けない限りですが、こんな状態の私に何か言葉をいただけたら幸いです。聞く、尽くすべからずという前後があります。これは、中国の宋の時代の前のお坊さんに法園という人がいたんですけども、 この法圓和尚が弟子に説いた法円の4つの戒めと呼ばれるものの一つです。でこの法円という和尚様は自分の弟子にですね説いたこの4つの戒めの中でもその一つ聞く尽くすべからず。聞くっていうのは規則のことです。仏教 はですね、仏教は戒律。戒というのは個人のルール。律というのは集団のルールなんですけど。これを非常にこう厳しく守るっていうことが一つ、ちょっとこの仏教の世界では言われるわけですが、逆にこの法円というお尚様は自分の弟子にですね、聞く。これはルール。この禅寺の中の様々な規則。これを 守るべきものだよってお師匠さんだったら弟子に教えてもいいはずなのに、この法円という人はですね、聞く尽くすべからずと、こう、規則に縛られすぎるなっていうことを逆におっしゃったっていうんですね。で、この法円というお師匠さんがおっしゃったね、こう、普通みんな規則守らないじゃないですか。 守りたくない。ねえ、私も子供の時、拘束っていうのがありましたけど、拘束っていうのはもう全部子供たちが守りたくないものばっかり拘束になってるっていうぐらい、拘束っていうのは、こう、いまいましいなって、うっとしいなって思う。ね、だから、先生たちは、拘束は大事だよ、拘束を守れ、守れ、守れって言うわけです。だけれども、この法縁というお師匠さんは、自分の弟子に、えー、規則を、 に縛られすぎるなっていうのことをこの聞く尽くすべからずっていうところで伝えてるんですよ。で、これね、あの、人間っていうものを深く観察していて出てくる言葉だなと思います。あの、キリスト教の世界でも仏教の世界でもそうですが、女性と性行為をするっていうことが、まあ、 僧侶の間でも、それからキリスト教の、ね、あの、牧師さん、神父さん、クリスチャン、キリスト教の方と、あの、また牧師さんとか神父さんとか呼び方は変わってきますけども、とにかく、仏教よりも下手すれば厳しいと言われるような、その性に関しての戒め。ところがですね、本当に、新聞とかニュースとかでも、近年明るみに出ましたけども、 非常にこの禁欲生活を送っていると思われていた僧侶の人たちが、あの、実は、子供たちに対して性的虐待をずっとしていたと。まあ、その、表面、その、表だってですよ。女性に対して、この、性交症を持つということが、厳しく僧侶たちが禁じられていたので、じゃあ女性じゃなければいいんだろうということで、 いいんだろうっていうことでもないと思うんですけれども、その抑えても抑えきれない欲望のはけ口というのは、その犠牲が、子供たちが犠牲になってたって。これ日本でもそうです。遊郭の端っこに、一角にですよ、お坊さん専用の男の子を買うという場所があったと。いう事実があります。そのようにですね、本当にこの人間というのは、いろいろと私たちの 頭で様々なルールを作っていく。で、このルールを守れない人たちが出てくる。で、そのルールを守れない人たちがどうやっても出てくる。で、その人たちっていうのは、ね、その、皆さんどう思われますか例えば僧侶の人でね、もちろんその修行の時に女の人に熱をあげて、わーっと修行その人たちがですよ。 医生を求めてって言って、やりたい放題になってると、これももちろん良くない。もちろん良くないんですよ。修行の妨げになる。だけれども、どうしても自分がその性欲を抑えられないって言ったときにですよ。それが子供たちが犠牲になっていくという状況を結果として作り出してしまうというようなこと。これ極端な例ですけど、ルールは大事です。ルールは大事なんだけれども、やっぱり、こう、究極の状況っていうものがあったときに、 このルールに縛られてしまって、ね。例えば、道路交通法っていうものがあって、日本では車を運転してたら赤信号でこう止まらなきゃいけない。でもね、まあ私もあの被災地に行って、究極の事態を目の当たりにしましたけれども、例えば仙台の、あのね、こう東北の大震災の時、津波がバーッと来ました。あの時に赤信号ですって止まってるんですかね。津波が迫ってくる時に日本の道路交通法では、 ね。で、そういう究極の事態っていうのがあるじゃないですか。で、人生ってやっぱりそういうことがあるわけです。ルール大事ですよ。法言、お尚もルールはダメだって言ってるんじゃないんです。だけれども、この命のやりとりっていう中で人間のものの見方とか価値観とか凝り固まってしまった自分のものの見方っていうことを弟子たちに自在に考えられるような人間になりなさいっていうことを教えている善の師匠がですよ。 やはりこう、おそらくこの法円お尚が解かれたそのお弟子さんの中に、もう本当に規則規則っていうことを一生懸命守る人がいたんだろうと思うんです。これとても大事なことだと思うんです。守ろうとする、規則を守ろうとする。だけど、やっぱりその部分っていうのがどこかでその人間としてね、嫌われてしまったり、そこまでこだわりすぎるっていうことが今度逆に言えば柔軟性を失ってですね、その 人間としての正しい判断を今度、誤らせてしまったりっていうこともあったりする。なので、法圓和尚は規則がなんて守らなくていいって言ったわけじゃないんです。これをまた極端に解釈する人がいるので気をつけていただきたいんですけど、そういうことじゃないんです。規則っていうのは大事です。ね、マニュアルっていうのは大事です。だけども、このマニュアルにやっぱり縛られていたら、できないことっていうのがあるわけですね。だからどこかでね、そこは聞く。 これは守るべきものである。聞くと、ルールです。ルールは守るべきものである。だけれども、守り尽くすべからず、何事もこう、行き過ぎてはいけないっていうことです。さて、佐藤さんの奥様の潔癖症。完全に、日常生活に支障を来すレベルの潔癖症ですね。あの、ある意味では、行き過ぎた潔癖症。でもこれ、何から起きてくるか。 で言うと仏教では無知から起きてくると言います三毒という言葉を何度も申し上げていますこの一問一答でも私たちの心の中に非常にしつこくこう巣を食っているですね毒があるわけですものすごく大きな心の作用なんですけどもこれ何かというととんじんちという3つですとんというのは私たちがこういう状態であってほしいというその思いですね で、これがですね、当然なければ私たち生きていくことができないんです。欲望がなかったら私たちは生きていくことができません。ご飯も食べなくなりますし、ねそれから、あの、女性、異性を求めるっていうこともなくなってきます。そしたら子供なんかできませんから人間続かないんですよで。私たちが生きていくために、そして子孫を残していくために備わっている生まれつきの欲望というのがあります。で、仏教はそれを否定するものじゃないんです。でも、必要以上の欲、 っていうものをどんどん私たちはもう再現なく持つことができるんです。それを仏教は諌めています。で、この欲しいというもの、何か物であったり、まあ金品であったり、状態であったり、ねえ、いろいろなものがあるわけです。私たち欲しいと思う状態。で、今佐藤さんの奥様の場合は、この綺麗で痛い,い、綺麗に、あの、したいという状況ですね。で、清潔で。で、この、 こうしたいという状態が思った通りにならないと何が起きるかというと怒りが湧いてきます。これが三読の二番目です。トンの月のンです。この私たちが望む状態ができないということをそうするとものすごい腹立ってくるんですね。なんでこういう風にならないんだっていう。これがンです。怒りです。で、この怒りがいきなりあるわけじゃなくて私たちがこういう状況を誰、こういう風にしたいということが 強すぎることによって怒りが生まれやすくなってしまう。でもじゃあ、このトン,ンというものがどうしてまた、この終わらないジレンマがですね、続いてしまうのかっていうと、死です。無知だからなんです。ね、佐藤さんの奥様に今起こっていることは何かっていうと、奥さんの無知というものが、奥さんの潔癖症、行き過ぎた潔癖症を生み、 その自分が望む清潔ということが得られないことに対しての怒りが今、この、出てきているわけです。で、それに対して佐藤さんが思う、いやー、こういう状態だろうって。おかしいだろうって。もっとこういう子供たちは伸び伸びとさせるもんだろう。しかも男の子だろうっていう。鼻くそぐらいほじらしてやれっていう。で、そのことが、 今度また、佐藤さんの中に怒りを生むわけですね。自分の望む状態ができない。ということに対して。それで、この怒りから、ついにね、言っちゃいけないことを言ってしまう。後で自分が後悔しなきゃいけないっていうようなことっていうのは言っちゃいけないことですから。ねえ、そんなの死んでしまえみたいなことを言ってしまった。で、隠して、どん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 これが冷え切っていく。関係がですね、夫婦の関係が。 で、これもまた血から来てるわけです。潔癖症っていうのは、行き過ぎた潔癖症っていうのはもう精神を病んでますから、奥さんは病気なんですね。で、じゃあ奥さんは悪いって一概に私も責められないなと思うのは、こういった潔癖症を助長する風潮が世の中にあるってことです。薬局行ってみてください。コンビニ行ってみてください。異常な世界ですよね、あの中は。 電気おそらくつきすぎですね。明るすぎます。そして、あの床ピッカピカじゃないですか。そして、企業は CM で、除菌除菌、音楽付きで、そして、パパっていうのは、子供っていうのは、汚いものを家の中に持ち込むというイメージを、 繰り返し繰り返しゴールデンタイムにものすごいお金を出して自分のところの商品を売らんがために、ですかキャ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 シュ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 って。ああ、すっきり快適。こういうイメージをどんどん私たちにこうり込むわけです。奥さんはその犠牲者の一人です。最近タバコ、ね未成年の喫煙は 健康を損ねるとか、タバコの吸い過ぎには注意しましょうみたいなことが、タバコのパッケージの外側にやっぱり書いてあります。あれもあえて記載しないといけないということですよね。これから除菌の CM やったりとか、除菌の何か商品を売るときには、行き過ぎた除菌は潔癖症を招きますとか、書いておけと思うんですよ。それぐらい、本当に知らず知らずのうちに繰り返し繰り返し、本来の 私たちのありよう、命としてのありようということを妄想によって、その妄想を社会が押し付け、その妄想をさらに自分の中で育て、そしてこの間違ったものの見方によって、異常な人たちが、自分の妄想によってですね、もう、綺麗ということがの イメージを完全に社会に定着をさせることによって自分のビジネスを優位に持っていこうっていうあらゆるところでこれを行われてるんです。でその中の犠牲者の一人である。佐藤さんと奥様は仮面夫婦を続けましょうって。おそらくね、二人とも子供は好きなんだと思うんですよ。奥様もどんどん潔癖症がエスカレートしてる。 その理由は、やっぱり子供のことを思うからなんですよ。自分の子供には病気になってほしくない。そこにやっぱりコロナが、でね、なって、さらにこの潔癖症が進んだって佐藤さんもおっしゃってます。でも、奥さんも無知。そして佐藤さんも無知。この状態が、家庭の中で子供を思うがためにぶつかり合ってるってことですね。 さて、奥様の知、無知っていうのは何か知というのは知るという字に、病だれに知ると書くんです。つまり自分の知識が、知恵が病んでるよっていうことです。それはどこが病んでるのかって言ったら、私たちの体には細胞があります。で、私たちの体っていうのは何か一つの塊じゃなくて、様々な細胞の が、集積したものですね。集まっているものですよね。で、それがどん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 日々自分の細胞が死に、新しい細胞が生まれて、新陳代謝を繰り返しているわけです。ですから、どん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 私たちの体には死骸が表面に出てくるわけですね。それがフケであったりとか、それが私たちの赤であったりするわけです。で、潔癖症の奥様っていうのも、毎日大量の赤と、毎大量の抜け毛と、 大量のフケというものを外に放出しておられる。しかも私たちの体の中、体の外、もう40兆から100兆と言われる、兆ですよ。と言われるような常在菌という菌が私たちの中にいっぱいいてい、そのことによって命がむしろ保たれているわけじゃないですか。でも奥様は、どこかで子供が生まれた瞬間に本当に母親、 っていうのはね、やっぱり一生懸命子供を除菌、除菌、除菌ってやります。あの今、この1月から私英語で一問一答を始めたんですけども、この、その英語での一問一答の中にですね、花粉症について少しこう、語っているものがあるんですが、 私たちのこの今多くの人たちが悩まされている花粉症っていうのがなぜ起きるのか言った時に生活の中から私たちが汚いと思っている家畜の糞を排除してしまった家畜との生活っていうものを排除してできるだけ綺麗な綺麗な除菌除菌除菌の部屋生活環境空間っていうものを求めてきたことが結果として小さい時から自然界の様々な 菌とかウイルスっていうものにさらされなさすぎて、実は、自己防衛、免疫である私たちの体の免疫抗体が自分の体を攻撃したり、あるいは杉花粉を攻撃したり、異常な反応、過剰な反応を示す。そのことによって花粉症っていうのが、ものすごくそれで苦しんでいる人たちが増えてしまった。すごく皮肉な結果っていうのが現代の社会で起きているんですね。 でも本当に今ね、自分自身も金の塊であるっていうことを忘れて、除菌、除菌、除菌というイメージ。特に子供たちに少しでも変なウイルスが入ってきちゃいけないということで、どんどんそれをシャットアウトしようとする結果として子供が健康な状態っていうものを享受できないということを母親の間違った無知によって、愛情があるからこそ無知によって、 子供たちが育っていった時のこの社会、環境に適応できないという体にむしろなってしまうという,う状況を作り出してしまっているということがあったりします。だからこれは本当に奥さんにとっての無知が起こしている自分はどれだけたくさんの菌があってどれだけいろんなものが体に悪いかっていうそこのことに意識が行き過ぎてつまりこの ね確かに生活環境の中が不潔であるってことは、これまたね、命を脅かしたり健康を脅かしたりします。でも今の日本は、本当によっぽどじゃない限り、この清潔な環境っていうのは、むしろ行き過ぎているぐらい清潔な状態が保たれているわけです。だけど私たちの妄想がどんどんどん、どんもっともっと言に、もうちょっとの菌も許さないって言いながら本人は菌にまみれてるんですね。 だから人体について知らない。健康っていうのがどうやって保たれているかっていうことについて知らない。私たちが体にいいと言って食べてる納豆も菌ですよ。ね。納豆っていうのは腐ってるんですかねもうその、腐ってるとも言える。でも、その、様々な、この発酵しているという状態っていうのは、そういう食べ物は体にいいと言って私たち取り入れている。 そのことによっては、私たちの体の健康は保たれている。一方で、佐藤さんの無知は何かというと、これね、奥様は完全にもう潔癖症っていう、行き過ぎた潔癖症です。どこかで、これはやっぱり夫婦の問題っていうことに亀裂が入っているというだけじゃなくて、まさに佐藤さんが考えている子供の精神の状態ということについても、 大きく支障をきたしていくという可能性がありますね。影響を及ぼしていくい可能性が確かにあると思います。で、でも、佐藤さんがもっとやっぱり理解してあげなきゃいけないのは何かっていうと、奥さんは病気だってことです、ね。言いました。私は別に精神科医でもないのにそんなことを言って、なんて言われるかもしれませんが、ですか日常生活が、普通のね、日常の生活、活動が、 営めないという状況になっていたらもうそれは病気ですよね。別に医師じゃなくたってわかるじゃないですか。それは定義ですから。そう。もう日常生活に支障を来しているわけですよ。ね。だけれども、佐藤さんも、奥さんがそういう状態である。まあ、この後離婚をするかどうするかって、その辺はもう、あれですけども、佐藤さんが、ですか奥様に対して、さすがにこう、そんなのは死んでしまえって、気持ちはわかります。 だけどその怒りがつい言っちゃいけないことを言って後悔しなければいけないような態度を取ってしまうっていうことがどこから起きてるかって言ったらこれは佐藤さんの無知から起きてるんだっていうことを理解してほしいからこの話をしてるんです。でその無知とは何かってったら奥さんはもう病気だってことです。だからそれに対してですね、まず佐藤さんはもっと大きく奥さんに対して接してあげなきゃいけない。仮面夫婦であれなんであれこの後続けていくつもりであれば ね、子供のために、だって二人とも子供をと思ってるんですよ。奥さんは潔癖症になっているその理由は、この大事な大事な自分の子供が菌に侵されて病気になっては困ると思っているから、一生懸命この除菌、除菌、除菌ということに気を使われているわけですね。で、それが行き過ぎてしまって、今の状況を作り出している。で、佐藤さんは、これまた子供のこと思ったら男の子でしょうって。ねえ、それはくしゃみもするし、鼻水も出るし、ね。 で、その佐藤さんがくしゃみをする。私も小さいくしゃみじゃないので結構くしゃみが大きいと。で、くしゃみが大きい人って結構気が大きいなんてこと言われたりしますけれども、全部気が大きいわけじゃないんですけど、くしゃみは大きいんですよ。でもくしゃみが大きいってハクションってやっちゃう、ね。で、そのことに対してね、子供たちに何ん、他の菌が移ったらどうするのみたいなね、状況ができてしまったりする。そう。で、それを恐れてる。そう、だから子供も、 奥様も子供のことを考えてる。で、また、あの、佐藤さんも自分だけじゃない子供たちの将来を考えたときにこれはまずいだろうって子供たちのことを考えてるんですよ。だ二人とも実は自分の大事な男の子のことを、二人の男の子とを考えている。で、それで衝突してるっていう。なんか本当にもったいないなと思います。ねここれがまた奥様が逆にですよ。全く片付けができない。 それから衛生面に関しても頓着の奥様だったら佐藤さんどうですか問題はやっぱり行き過ぎていることなんです。除菌にしても何にしてもそう。法縁和尚がおっしゃった。ですか。聞く尽くすべからず。除菌し尽くすべからずっていう。で、その部分っていうのが本当にこう今、これ佐藤さんところの奥様だけじゃない現代の社会の中で私たちもう一回見直していかなきゃいけないのかなって思うところなんですね。 みんなね、バランス取れないんですよ。行き過ぎちゃうんですよ。だけども、これは奥様だけの問題じゃなくて、本当にこう、日本のこの今の社会自体が、いいですか。社会自体が人々に物を売らんとして強烈なメッセージをずっとやっぱり発信し続けることによって、極端な人ができてしまうっていう、この側面をですね、やっぱり捉えていかなきゃいけないなと思います。さて、長々と話をしましたけれども、佐藤さん、結論です。 ぜひね、もう一度、佐藤さんが、まずは、あの、奥様は何とかしようというよりも、ご自身がですね、もう少しデーンと構えて、ね、子供たちまだ小さいです。今のままの状態が続けば、将来どうかっていう影響、子供たちのね、精神に影響を及ぼすってことがあるかもしれません。けれどもね、どこかで、この、男の子たちが、やっぱ健康に育てば、お父さんお母さん両方とも好きなんですから、ね、 あの、お母さんの常識っていうものを今すぐ変えるってことができないにしてもですよ。何かしら、佐藤さん自身が子供たちを外に連れて行って、一緒におね、自分が遊びに行くみたいなことに連れて行ったりってことができたとしたらですよ。そういう状況ができたとしたら、その時はですね、何かしら、あの、人の前でくしゃみをするときはちゃんと抑える。これは、これはもう大事なしつけです。 ねえ、だけどそうじゃなくてクチュンって出ちゃったりとか、鼻水とか出ちゃったりとかね、ねそういうことに対して佐藤さんがね、まあそれは人間の生理現象なのでそういうことが起きてもね、あれだと。ただね、まあ人に迷惑をかけないように、あのそういうのは拭いたりとかね、ちゃんとあれしたりするんだよ、みたいな。そして何かしら、お母様が非常に、えー、厳しく潔癖潔癖ってやってるところを佐藤さんが、まあ、バレないように突き崩すっていうね。 でそのことに、お母さんは綺麗にしろっていう、お父さんは多少汚くたっていいんだみたいなことを言うってで。それを子供たちがちゃんとバランス取っていくんですよ。なので、そこはですね、あの、やりようっていうのがあるので、また佐藤さん自身もあまり神経質になりすぎないようにっていうところでバランスを取っていく。ね、それをまず最初の段階でやっていただきたいと思うんです。で、その佐藤さんの頭の中は、まあ、奥様もですね、自分だけっていうんじゃなくて、 社会全体のメッセージとして、綺麗綺麗綺麗っていう、それを強烈に思い込みすぎて、あちょっとだいぶもう精神を病んでしまってるところまで追い込まれてるんだなって、一生懸命ですもんだって奥さん。そういう状況を佐藤さんが理解してあげる、ねで。そのことによってですね、少しこう、夫婦間の緊張っていうものが少し和らぐっていうことが起きうるんです。で、結構実は私の家内も、 そういった側面が一時期ありました。だけれども、だん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 年重ねていくとですね。まあ本当に、あの、私の家内もしっかりした人なんですけれども、ちゃんとしなきゃいけない。時間に遅れちゃいけない。人に迷惑をかけちゃいけない。と本当に真面目な人なんですよ。で、どっちかというと私が、あの、悪気はないんですけども、どちらかというとルーズな面というのは私がありますので。だけれども、こうはやっぱりぶつかり合いっていうものも若い時はやっぱりありましたね。 だけど、だん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 、あの、私の家内もですね、気がついたら、うっかりっていうことも、年をとってくると出てくる。で、そういう時にね、あの、はっと自分でも、自分で気がつくようになっていくんですよね。あれって。これは私がやりっぱなしだったのって。ねえ。で で、だんだんこう、自分が完璧にいかない。そこに自分で気づくようになってきてから、知が増えてくるんですよ。要するにこう、ちゃんとやろうと思ってもできないことっていうのは人間があるんだとか。除菌除菌なんて言ってるんだけども、実際、私たち菌に守られてるっていう側面もあるんだとか、いうことを、自分でだん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 こう、気づいていくっていう経験が増えていくことによって、 びっくりするぐらい、あの、神経質な、細やかな、えー、超 HSP と言ってもいいような人が、仏さんのようになっていくってこれがまた極端なぐらい、ガーって寛容になっていくっていう瞬間がやっぱりありましたね。さて、私ね、佐藤さんの奥様って別にこう悪い人じゃないと思うんです。ただ何かしら、世の中全体に今、ある、 潔癖症っていうかね、綺麗に綺麗にっていう、そういう風潮がですね、彼女自身の生きづらさとか、本当はみんな幸せを願って結婚して子供も作ったわけなのに、そこに大きな亀裂をもたらしてしまっているっていうのは、これはなんかもったいないなぁと思うんですよ。でも今こうして佐藤さんが私に質問を、相談を投げかけてくださったっていうことに対してね、私は何か、やっぱ二人とも子供のことを思っているし、子供たちもお父さんお母さんのこと好きなわけですから、 何かしらね、ここで、今、少しこう、心を病んでしまっている奥様に対してどうのこうのっていうよりも、佐藤さん自身が、もっと人としてですね、あの、ちょっと自分が器を大きくすることによって、子供たちもそう、奥様もそう、何かしらね、これ、一つの、また、我が家の教訓としてね、ここを超えていくことができるんじゃないかっていう、ちょっと そんなこととを工夫してていいたただきたいと思ってますでも、これをしていくには力がいるんですよ。何の力っていうと、三つです。心の力、体の力、そして技術です。えー、ぜひですね、これ別に宣伝をするっていうことじゃないんですけども、毎月どこかの都市を回って待遇道場っていうのを開催しています。この4月から、実はこの待遇道場、コミュニケーションっていうことが入ってきます。ブッダのおっしゃった発祥道の中の 小証小死于、証後、ね、証行。これまさに私たちが何か物事を見て、あるいは人との関わりの中で、相手の行いとか、相手の言葉っていうものを受けて、自分がそれに対してですね、どうその言葉や行いを認識して、そしてどう自分がそれに対して反応していくのか、どんな言葉を自分から発するのか、どんな行いを自分が取るのか。で、まさにコミュニケーションなんです。 で、このことをですね、実はこの大愚道場で、この4月から、あの、がっちりと取り組んでいこうと思ってるんですね。世の中には本当にいろんな人がいます。でもこれいろんな人たちがいるっていう中で、完璧にはいかないけども、少しでも、いろんな人との関わりにおいて、少しでもこう調和して、そして明るく仲良く生きたいわけなんですよね。みんなそれぞれ悪気があってやってるられるわけじゃない。 ねもちろん、その、悪気があっていろんなことをやってる人もいる。でもそういう人たちをちゃんと自分も見極めることができる。人に騙されない。ねだからかといって、自分のわがままっていうのを助長していかない。ちゃんと自分自身っていうものを保ちながら、自分も周りに認めてもらいながら、自分も周りを認めていきながら、なんとかこのデコボコっていうものがうまく調和していくっていう社会になったらいいじゃないですか。で、そのためには、 やはり自分もね、人とのコミュニケーションということを勉強していかなきゃいけない。話し方が上手になったからといって受け止め方が下手だったら、これ自分が一方的に話すのが上手でも、なかなかやっぱりこれバランスを取れていかないんですね。なので、いろんな意味で、このね、いかにして自分が周囲とコミュニケーションを取っていくかってものすごく大事な、この、えー、マインドセット、心構え、 そして技術、そして自分の体のありようです。これをね、セットでやっぱり学んでいくことによって、何かしら佐藤さんもう少し踏ん張りどころがあるのかなと思います。今すぐ結論を出さないで、ぜひ佐藤さん自身が器を大きくすることによって、このね、やっぱり奥様も含めて二人とも無知であるがゆえに、お互いが衝突しているっていう、この、なんでしょう、状況を俯瞰してみて、そして何かしらね、でも今のままではいけない。 本当にそうだと思います。なので、少しずつ少しずつ、ほんのちょっとしたことが変わることによって、夫婦のバランスって変わってきますから。佐藤さん自身が自分に、え、知恵をつけ、そして、ただ知恵をつけるというだけじゃなくて、技術を磨き、そして、何かこの、せっかく、よりあって過ごしているこの夫婦、この夫婦にですね、変容をもたらすことができれば、 ぜひ佐藤さん自身がそのきっかけになっていただければと思います。できることはまだある。聞く、尽くすべからず。潔癖症、尽くすべからず。ということで、ぜひ佐藤さん、応援してます。頑張りましょうね。